皆さんこんにちは、しほりみチャンネルのしほとみみです。はい、ということで今回はねなんと私たち髪を切りましたこれです。切りましたね、バッサリですね、2人とも。はい、ということでもう初めから切っちゃったばっかなんですけど、ビフォーアフターは TikTok とあと YouTube のねショート動画に載ってるので皆さん見てください。はい、すごくない？結構切ったよね。ひほちゃんはね、顎ぐらいっていうもともと予定で行ったんだよね。はい。でりみちゃんは肩から3センチっていう感じだったんだけど、うん、ね、巻いてるからそうね、ちょっとねりみちゃん量が多いからちょっとねすいてもらったり、ちょっと段が入ってるんです。下の方がこうごわってならないように。段って何？段って揃ってないの、長さが言ってたの。ちょっと外側だけ短いのかな。うん、うん、ちょっとだけね。そうする、ずらすことによってボリュームが収まると、うん、こう重なるところが少なくなるからね、そうしてもらいました。ママもだよね。ママも段だったよね。ママも段ですね。すごい短いところは短いし長いところは長い。そうやってやると多い人は少なく見えるからいいんです。ママも切ったし、今日パパも切ったし、みんなバッサリ切りました。はい、私も10センチぐらい切って。そうだね、もう悩みに悩んでね、前日までは切らないって決めてて伸ばすって決めてたのにやっぱり切ってしまいましたね。もうしほちゃんはもう多分このまま伸ばすことはないかなっていうね。そうかな、うん、なかなかもう伸ばすって本当2年ぐらい切るの我慢しないとロングにならないよね。半年でやめちゃうもう半年でちょっとギブアップが来ちゃうからいつもね。なかなかだよね。りみちゃんどうですか、短くなって。しほちゃんはもう何回もその髪型になんかなってる気がしてもう慣れてる、戻ったかなっていう感じだろうけど、りみちゃん初めてじゃない、その長さ、うん、ねえ、どうしてみて。まだ切ったばっかだけど軽いよね。よかった、切って、うん、なんか前はさ結構こうボサってこう前髪がそうだよね、なんかこう来てたじゃん。貞子風だったよね。貞子風が多かったけどさ今回なんかそんな風にならなそうじゃない、まだね。うん、ほらまだね。ね、よかったですね。よかったですね、うん、はいということでね、短いですけどちょっと今回ね動画でも髪切ったっていう感じでした。はい、ということでこれからもねこの髪型で来ますので姉妹で切ってるからなんか面白いよね。はい、よろしくお願いします。ということでそれではバイバーイ。バイバイ。